あ、おはようございます。さあ、ジンさん、おはようございます。はじめましてですね。今日の四国回復スペシャルということで、エシカルライフの方、東京だ、私も東京出身です。よろしくお願いします。あ、カズコファームさんと森田シャンさん、おはようございます。あ、エリさんもおはようございます。あ、内田さん、おはようございます。ちょっと全然ね、ライブしてなかったんですけど、ちょっと1月2月に雪が多すぎてね、なかなかライブができてない状態でございますけども、しかも三ギージもうね、1ヶ月以上できてないっすね。はぁ、あ、本当にね、太陽が恋しいんでございますけども、また今ね、視力回復チャンネルってね、私ブログやってます。そっちね、視力回復のまあ、いろんな情報を載せてるんですけど、私自身もね、まあ、12年ぐらい視力回復にまた取り組んでまして、で本格的にね、去年、一昨年か、もう一昨年になりますね、10月からね、まあ、細かくね、視力回復のその、まあ、トレーニングとか、あと自分がやってるトレーニングでどうやってね、すると、まあ、目がね、どういう変化をしてきたかっていうことをね、まあ、こと細かに毎日ツイッターでつぶやいて、そのツイッターをね、まあ、さらにブログにまとめて、そこにまあ考察を加えるっていうね、方法で、やってるブログがあります。もうね、そのブログも1年半か、そろそろ。ね、1年4ヶ月かな、もうね、初めてね。ツイッター始めて1年4ヶ月ね。あ、ご挨拶だけです。ありがとうございます、エリさん。いってらっしゃい。はい。いや、今日も頑張ってください。また、あ、エリさんもうそろそろ誕生日ですね。またぜひぜひ来月の、ズームミーティングはエリさんの誕生日スペシャルでございます。ね、ぜひ断食のまたね、お話ししてください。はい。それでですね、視力回復をね、10年ぐらいね、もうやってるんで、まあ、それをね、まあ、去年のまあ、そのツイッターで始めてからね、まあ、いろいろとチャレンジして、まあ、ブログの方もかなりね、しっかり書いてるんですが、まあ、ライブドアブログで、だいたいね、ライブドアブログはね、すごく SEO って、検索エンジンに弱いんですが、だいたいね、月間でまあ、1000人ぐらいの方ね、見てくれてるのかな。1000ページぐらい見てくれてるのかな、みんなね。で、まあ、一回来てくれると、だいたい1人のユーザー3、4ページに、ね、見てってくれるっていうね、結構、まあ、内容的にはね、濃い内容でね、やってます。で、それで昨日ですね、その視力回復の本をね、久しぶりに読んだんですね。まあ、私、まあ、多分ね、まあ、10年以上やってるんで、まあ、いろんな本読んでるんですよ。で、いろんな本はね、ほとんど読んで、まあ、視力回復系の本って多分ね、あ、アース・ウエリンプさん、おはようございます。スイッチ・シ・ギョーさん、ありがとうございます。はい。まあ、視力回復系の本ってね、ほとんど読んでて、まあ、それは10年やってるもんで、ほとんど読んでますよ。で、まあ、それもね、やってきて、まあ、なかなかね、回復しないっていうのがあったんですが、吉尾、石橋さん、森森1967さん、ありがとうございます。今日ね、視力、私、自力で視力ね、回復してるっていう、ね、ブログやってるんで、まあ、そちらの方ね、ちょっとね、お話ししたんですけども、まあちょっとね、1月2月ちょっとね、ブログの方盛り上げたいなと思ってて。で、まあ今ね、そう、楽天アフリエイトを入れた、楽天アフリエイトってポイントなんですよね。なんでね、ポイントたくさんもらって、今度ズームね、私1ヶ月に1回ズームミーティングね、やってるんで、そこのところね、まあスピーカーになってくれる人に、なんかプレゼント、楽天ポイント渡せたらとね、思うんですけど、でも月間 PV 1000円ぐらいちょっと厳しいかなと思うんで、ちょっとね、まあ1万ぐらい目指してね、頑張りたいと思うんですけども。それでね、昨日読んだ本がね、まあ、Amazon の Kindle 本ですね。視力回復した過程みたいなね。なんだっけな。視力、そのね、Kindle 本で読んだね、視力回復系のね、本読みました。で、視力回復系の本って2つ分かれてて、方法だけをね、こう述べていく、視力回復がこういうのいいんじゃないかって述べてる理論編と2つあります。で、もう1つが、そのね、2つプラスもう1つが、視力回復した人がどういうトレーニングをおすすめするかっていう、その3つですね、大体あるんですよ。で、視力回復した人が書いてる本で、
視力法が載ってるのが有名なのが、大木さんっていうね、日本ヨガ創始者の方ですね。日本にヨガを持ち込んだ大木さんっていうね、大木先生って方が書いた本が一つ、あります。で、私の部分編にも載ってますけども。で、二つ目が、この人ね、断食のね、草上げ的存在のね、人で、なんとか健康さん。まやこさんおはようございます。今日は、視力回復スペシャルのお話でございますけども、藤原健康だ。藤原健康さんのね、本。この人もね、視力 0.01 からね、で、しかも死ぬって言われたところから、山にごもりをして、なんか仙人みたいなところに修行行ったんです。仙人みたいな人のところね。修行行って、それで山ごもりやって、体も完璧になって、そして、まあ、それで伴って視力も完璧になって帰ってきたっていうね。まあ、20代ぐらい、20代になったかな、19歳ぐらいだったかな。入院してたね、病院先でね、そのテレビ見て、そのヨガの、日本に住んでてヨガの業者のところに、ね、行ったっていうね。ことを言っていました。ああ、おはようございます。マイコさん、おはようございます。っていうね、ことを書いてたりとか。で、昨日読んだ本が、Kindle 本の視力回復した、私が辿った経過っていうね、本なんですよ。で、この本は、視力ね、0.02 から0.3 に回復した人がね、書いた本で、ね、まあ、完璧な視力ではないんだけども、まあ、その人がどういうね、トレーニングしたかっていうことを書いてありました。で、実は私自身も 0.05 から、まあ、最大視力 1.0 まで見えるんですよ。なので、ピントを合わせようと思ったら、普通に 1.0 の視力表が見えます。はい。で、そうするとね、最大視力が 1.0 ってことは、視力としては 1.0 なんですけども、ここ落とし穴があって、メガネの度数と、視力っていうのはほとんど視力のその 1.0 とか 0.0 なんていうのは、あんま関係ない。なんで、メガネかけてる人でも 1.0 見えるって芝居は 1.0 って評価になってしまうんですね。なんでそこがね、ちょっと落とし穴で、私の場合はね、ちょっと、部屋の中では、3.0 のものがまあ 1.2 見える状態ですね。今ね。もともとまあ 5.25 だったんで、かなり良くはなってます。まあその 3.0 ってどういうことかって言うと、33センチ以上がまあぼやけるっていう話なんですよ。で、-5.2 っていうのは、5っていうのは、だいたい18センチですね。18センチ以上がぼやけてしまうところから33センチまでこう終点距離を伸ばすことができた。で、終点距離ってなんでこう、なかなか変わらないかっていうのは、実は眼軸っていうのが延長してしまうことによって終点距離っていうのが短くなってしまうんですね。なんで目が変形してしまうと、メガネ度数がどんどん増えていくんですよ。で、その変形を取るのもむちゃくちゃ難しい、っていうのが現状なんですね。なんで、そのね、変形を取って18センチから33センチで本当大したことないでしょと思うかもしれないですけど、その変形を取った人っていうのはほとんどいないんですよ。取れた人があんまりいないっていう現状があって、そこにね対する、まあ視力回復の難しいところなんですよね。で、18から33と実は33センチから20センチから33センチと33センチから50センチって実は度数的にはまあ実はね、2分の1で済むんですよ。これね、めっちゃ不思議なことなんですけど。本当は、33センチメートルが1メートルの眼軸との延長の度合いと、18センチから33センチって同じなんですよね。これはね、ちょっと落としはね、難しい話なんですけど、度数的にはメガネが4段階、8段階か下がってるんですけども、あ、焼肉さんおはようございます。8段階下がってるんですが、5.0 のね、20センチより先が見えない状態と、あと、3.0、まあね、33センチ先が見えない状態。なので15センチしか伸びてないんですが、実際ね、15センチしか伸びてないにもかかわらず、実は33センチから1メートル先、おはようございます、焼肉さん。1メートル先にまで見える状態になるっていうのは、実は8段階なんですね。同じなんですよ。なんで、ここまで来たら、あとは同じだけトレーニングしていけば、あと、なんだろう、1メートル先までは、まあ、見えるようになると。1メートル先って相当長いですよね。手がもう届かないです。ところまで、視力が回復するのが8段階なんで。まあ、そこまでね、そうそう、いけるのかなとね、思っております。で、ちょっとね、5.0 から、
5.25 から 3.0 まで行くのに結構時間かかっちゃったんで、ここからね、少し短縮できたらねってね、思ってるんですよね。で、まあそれはね、さておきですけども。で、今日読んだね、その視力回復まで、私が辿った視力回復の過程で、で、メガネの数マイナス 16.0D。これね、マイナス 16.0D ってどういうものかですと、6センチ以上はぼやけてる状態です。強度禁止もいいとこですよ。6センチ以上ぼやけて、本読めますかって。6センチの状態で本読まなくちゃいけないんですよ。すごくないですかって。その状態から 0.03 ミリだったと。いや、どういう状態なのと、自分思うんですけども。まあ、そういったね、人が書いた本はね、書いてありました。で、まあ、その人が書いてた本は、まあ、実はね、まあ、面白いのは、この人もベイツメソッド見てるんですよね。ベイツメソッドに書いてる3つの手法、シフティングとか、スインギングとか、あ、サンクチュアリさん、おはようございます。今日はね、視力回復スペシャルなんですけど、ちょっと自分のブログの方をね、もうちょっと盛り上げなくちゃいけないなと思ってね、今日また更新なんですけども、視力 2.0 の人たちの名言集を集めたね、今日記事になるんですけど、実はね、ちょっとまた話飛び飛びなんですけど、視力が 2.0 の人が、だいたい今ね、周りに7人ぐらいかな。ステッシジンさん、います。おはようございます。で、視力 2.0 の人ね、7人ぐらいいるんですけど、まあ、その中で、本当はね、今まで結構知り合ってきたんですけども、まあ、いなくなっちゃったっていうかね、まあ、前ね、黒人女性とね、お付き合いした時に、その黒人の女性がまあ 2.0 あったんですよね。おばあちゃんは 4.0 あるっていう方がいたりとか、いや、それにいろいろあっていなくなっちゃったりしてたんで、今まあ連絡取れる人っていう意味ではまあ7人ぐらいかなと思います。2.0 の人はね、まあ7人ぐらいいるんで、まあそういう人にね、視力どうやって保ったらいいかとかね、いろいろちょっと聞いたところね、まとめた記事をね、ちょっとアップしたんですね。まあぜひね、読んでいただけるとね、面白いかもしれないです。まあ、そんなところでね、まあ 2.0 の人がちょっと今の周りに結構ね、あ、コッピーさん、おはようございます。ありがとうございます。視力ね、その回復までの、私が辿った視力回復の経過っていうね、本を書かれた方の本を読んで、その方がね、マイナス 16D っていうね、6センチ以上ぼやける状態からね、0.03。で、0.03 っていうちょっと数値だと、そのメガネの度数に、ね、変換できないんですが、多分ね、0.03 まで見るようになってると、多分ね、まあ、多分、自分も 0.03 見えるようになったのは、まあ最近なんで、多分ね、少なからずね、中等度禁止、つまりまあ、マイナス 6.0D ぐらいのメガネにはなってるんじゃないかなって、ね、思います。なんで、その、マイナス10からね、6、全然違いますよ。ね、マイナス 6D ってまあ18センチぐらいなんですけど、18センチじゃない、15センチぐらいか。6センチから15センチ変わっただけで何が違うんだっていうかもしれないですけど、ものすごい変わるんですよ。体の柔軟性も全然違うし、なんだろう。視力って、そのね、いろんな要素が含まれてる。視野もあるし、あとね、強調運動ですね。文字書くにしても、自分がイメージしたものを、こう、うまく書く、ね、こう、体で表現する。つまり、まあ、書くとかね。そういうところって、あ、オーニンコピさん、おはようございます。ありがとうございます。こうね、イメージしたところと距離感とか全部こう強調してね、体を使って目とか全部強調させて、こう書いてるんですよ。あ、視力 0.02 なんですね。ってことは、コピさんのあれ、メガネはおいくつぐらいですか ?16D、マイナス15ぐらいですか ?13、15ぐらいですか多分ね、換算すると 16D、15D ぐらいなんですよね、多分ね。自分はマイナス 5D からマイナス 3D までね、回復したんですけども、今はね、回復してますが、まあ、次の目標はまあ、マイナス 2D。今ね、ちょっとマイナス 2D のメガネで、普段生活しています。はい。まあ、だいぶね、マイナス 2D のメガネもね、まあ、弱い度数のメガネで見る、ですけども、結構いいですよ。いいですよっていうか、まあ、それをまず最初にやらないといけないと思いますね。まず強度禁止、中等度禁止の人はね。で、
その弱めのメガネで何するかって言ったらしっかり見るってことですよね。重要なのはね。一番重要なのって有名に作ってます。そうっすね。あの弱いメガネでしっかり見るってことが一番重要なんですよ。メガネ。あのまず視力回復するにあたって、あの目細めてもいいし、あの目にめちゃくちゃ近いでもいいんで、とにかく見る。で、見たらもう外さない。まあ、これはね、視力ね 2.0 を言ってた人が言ってた言葉に起因するんですけども、あの視力検査はね、まあ、真剣勝負だと、死ぬか生きるかの瀬戸際なんだと。あ、マーキーさんおはようございます。マーキーさんも目めちゃくちゃいいっすよ。あ、今日はすみません、視力回復スペシャルなんですけど、1.5 以上ありましたね、確かに。生きるか死ぬかの瀬戸際でね、勝負してるんだっていうね、視力 2.0 のね、人が言ってた視力検査に対するね、あの、意気込みなんですけども、だからそんくらい真剣にものを見てるんですよね。そういう目がいい人って。と思いました。マッキーさんはどうかな真剣にもう見てますか？ありがとうございます。今日ちょっと視力回復スペシャルでございますけど、あの、真剣にも、あのね、見なきゃいけないんだ。思いました。目を良くするにはね、なんか 2.0 って結構いいじゃないですか。で、日本中に何がいいのかなと思ったんですけど、まあそういった人とね、まあ知り合えたっていうのはすごいんですけど、でその人たちの意気込みっていうのはそんなね、もう死ぬか生きるか、もう刺すか刺されるかのね、その瀬戸際で視力検査やってますよって言われたら、それはね、そうなんだっていうか、そういう気持ちで日々のね、すごいですよね、マッキーさん。マッキーさんも、まあ、視力検査に臨むときやっぱ、死ぬか生きるか、もう刺すか刺されるかでこう望んでますか。もう自分もなんかその視力 2.0 の人がね、友達が言ってたんですけども、そういう風に言ってる言われたんで、ちょっとね、見ることに本当に真剣にその人がなりました。で、その人とね、知り合ってからちょっとダーツに行ったんですよ。で、私目、暗闇だとね、結構最近の目いいんですけども、それでもやっぱ 3.0 の眼鏡かけないと、まあ見えない、ね、見えないんじゃないけど、なんだろう、終点でなかなか合わない状態なんですね。で、3.0 ってマイナス 3.3 なんですよ。あ、33センチ以上ぼやけるんですよ。だけど、ダーツまでの距離が確かね、180センチぐらいで、あ、もっとあったかな。2メートル70かな。確か200で、3メートル近くあるんですよね。で、そこのね、ブル、丸い黒い点、そこに、終点をしっかり合わせて、こう投げててるんですよね。ダーツを。何回も投げたんですよ。そしたらね、当たるんですよね。しっかり見て、終点も合うし、与えられることができるんですよ。目を細めてよね、確かに確かに。目をね、こう上目遣いね、怖い感じにね、睨みつけてね、ガンガンやってたらね、やっぱ当たるんですよ。で、結局ね、3時間、あ、いやいやいや、1時間ぐらいかな、やってて、そのブルーのところにね、まあ、3、4発、もっとかな ?5、6発かな、ちょっと持っちゃうかもしれないですけど、確かに損壊、まあ、10回はいかなかったんですけど、損壊のね、当たったんですよね。で、その後に、外に出たら、もう、なんだろう、目がね、普通に見えたんですよね。普通の視力で。まあ、久しぶりだったんですけど、もう感覚が。見えないものないっていうか、その、ぼやけないっていうね、感じで、全部見えたんですよ。なんで、やっぱり一番重要なのっていうのは、視力回復で一番重要なのは、まず見ることなんだなって。私もいろいろ書いてるけど、まず見ようっていう意識がなければ絶対に治らない。で、とは思いました。ただ、それに、それだけやってると、なんていうか、眉間のシワがね、ものすごくなっちゃったりとか、こうやって睨みつけると眉間のシワ寄るじゃないですか。だから、湿気ね、美容的に良くないなと、思うんですよね。なんで、それであれば、ちゃんと、なんだろう、その背骨の位置とか、首の位置をしっかり整えて、で、眼球の位置もしっかり戻した上で、見るっていうことをね、一生懸命になったことね、多分、美容的にはいいんだなとね、私は思って、一応ね、そういった、まずは、眼球の位置を戻すっていうことを、考えてるんですよ。で、なんで眼球の位置を戻すかっていうと、実はね、目が悪い人って眼球が離れ気味なんですね。で、目がいい人って結構寄り目気味じゃないですか。みんな、テレビとか見てて、よく観察してほしいんですけども、寄り目になったりとか、寄り目気味の人って目がいい人で、で、目が離れてる人っていうのはちょっと目が悪い人。で、片目だけちょっと目が外に見たりとか、よくなんか、こう、頭のいい弁護士さんとかね、医者とかの写真見ると結構目がこう、ちょっと、片目だけちょっと、位置が変だなと思ったら、その人目悪いです、絶対に。で、自分も左目はちょっとね、開き気味なんですよ。っていうことは、その、左目、
の位置と右目の位置が本当にしっかりした位置に戻った時に視力がね、完璧な視力が出てるなっていうことに気づいたんですね。というのも、その見えてる時って必ず、左目がね、ちょっとね、右の方に引っ張られてるなっていう、ね、感覚があるんですよ。あ、内側にね、内転してるなって感覚があって、あ、これ目の位置がね、しっかりしてる時に、まあ見えてんだろうなっていうね、いう感じがあったんです。なんで、まずまあ、その背骨とかね、全部整えていくって位置は、まあ、もちろん頭蓋骨の位置とかもね、完全に整って、それで目の眼球の位置が整ってくるんで、目の眼球の位置だけね、整えるってちょっとね、難しくて、全体的に整えてあげた方がいいんだな、ね、お話でございました。はい。というわけで今日、まあ、視力回復スペシャルしたんですけど、ちょっとね、話がね、ごちゃごちゃになって、めちゃくちゃになりました、今日は。あ、タイさん、お久しぶりです。おはようございます。さあ、今後の予定です。もうちょっと今後の予定、今日視力回復スペシャルだったんですけど、私のブログでね、ちょっと盛り上げて、もう楽天アプリをね、入れて、楽天ポイントをね、ゲットして、そして、今度ね、からね、2月からね、ズームミーティングに来てくれたって人っていうか、ズームね、スピーカーしてくれた人にポイントが入ればそのポイントでプレゼントしたいっていうね、割とお久しぶりです。おはようございます。というね、私野望がね、ムキムキとね出てきたんで、ちょっともうこれもね、ちょっとブログをいかに持ち帰るか、そしてちょっとライブドアブログなんで、ちょっと移転も考えて、いろいろ今ね動き始めているところでございます。そしてね、2月なんですけども、2月9日、2月2日はね、なんとね、エリさん、ね、いつも来てくれてるエリさんのお誕生日でございます。皆さんね、ぜひ、誕生日メール送ってあげてください。実は、私もゾロ目なんですよね。で、ヒロシンジンさん、おはようございます。タカヒロさんも、実は12月12日っていうね、ゾロ目なんですよね。なんで、ゾロ目の人間3人もいるという、不思議なことになってるんですけども。それで、ズームミーティングね、2月9日にしました。ちょっと誕生日被せちゃうとね、いけないなと思って。で、9日なんですけども、皆さんの断食体験を教えてくださいっていうことで、まあ、5分ぐらい、お話を、そうそう、エリさん2月2日なんですよ。タイさん実は。なんでぜひ、そうそう、だから2月2日はちょっと外させてもらって2月9日にしました。で、まあその時にね、ぜひハッピーバースデーの歌をね、私からちょっとプレゼントしようかなとね、思ってるんで、ちょっと聞き苦しいかもしれないですけども、1分ぐらいね、お付き合いください。そして、お祝いしましょう。ね、お祝いしましょう、もう。そして、皆さんの断食体験とか、まあ、食事に気遣ってますよっていうのを一人5分ぐらいとか10分ぐらいに話してもらいたいなと思ってて、でね、またね、ちょっといろいろ考えたんですけど、でも、やっぱ、なんだろう、スピーカーがいた方が、そうって、ゾロ目なんですか、おー、焼肉さんマジっすか、すごいな。そうなんですよ。焼肉さんも、じゃあ後でちょっと誕生日教えてください。で、それでですね、みんなの断食体験をちょっと聞くんですけど、ちょっとやっぱそれでもやっぱ、なんだろう、主役ってなる人がね、いた方がいいかなと思ってて、まあちょっとやっぱまた酒井さんの35日、酒断食をちょっとやっぱ聞きたいんですね、自分的にはね。だから、酒井さんにやっぱまあね、ちょっと30分ぐらいにまた、ね、お話をお願いしようかな、なんて思ってるんですけども、ちょっとね、酒井さんにもお願いしたらちょっと一回断れちゃったんですけど、またチャレンジしたいと思います。はい。というわけでね、2月9日はズームミーティング、そんな感じでやりたいと思います。あとは、そうそう、今フリーファスティングホテル、フリーファスティングクラブの方なんですけども、10日町の方に、無料で物件をちょっと提供させてくれるかもしれない人がいて、まあ、その人と交渉次第では、アレンさんの、ドクターアレンのファスティングホテルができるかもしれません。まあ、ドクターアレンっていうのは、カッピングとかね、実はアレンさんできるんですよ。で、まあ、アレンさん一人だけだとね、あれなんで、まあ、みんながちょっとね、まあ、腸もみ、先生のね、腸もみ法とか、まあ、いろんなね、まあ、民間療法とかね、ぜひぜひ取り入れて、おー、そうなんですよ。それを取り入れて、ちょっとファスティング、まあね、ファスティングももちろん民間療法ですから、まあ、ドクターアレン、ね、まあ、支えていこうと。いう計画で、まあ、動いております。ちょっと、アレンさん話したところで結構乗り気でいてくれたんで、まあ、一回ちょっと10日町の方に私がちょっと招待して、ちょっとアレンさんとね、二人で、ちょっと10日町のね、いいところをちょっとご紹介したいなぁ、なんてね、思ってるんですけども、まあ、もしかしたら実現したらね、これすごいことになるぞ、と、思っています。はーい。というわけで、ただね、まあ、やっぱ、
人が来ないとちょっと寂しいことになっちゃうんで、まあ、これからちょっとそのね、まあ、ファスティングホテルをやるにあたっての集客とか、そのまあ、まあ、広告ですよね。まあ、どうするかとか、あとはまあ、アレンさんがタダで働くわけにいかないんで、その、まあ、給料をね、どうやって捻出していくかとか、そこら辺のね、話もちょっと詰めてね、よく考えていかないといけないんだなーってね、ちょっと思っておる次第でございます。はい。あ、ありがとうございます。私もちょっと遊びに行きます、もう。で、そして、まあ今、ちょっと2023年7月に、開業するね、予定なんで、今ちょっといろいろ私も、スマートクリニック、計画ってことは、待ち時間ゼロ。ね、婦人科クリニックを建てるためにね、ちょっと、ね、日々ね、IT、医療 IT とね、あと、まあ電子カルテの方とね。あ、お話しして楽しいですよ。ありがとうございます。ちょっとね、そこら辺と今、毎日ミーティングしてるん、毎日じゃないですか、結構ミーティングしてるんで、そこら辺の方はね、ブログの方また新しく立ち上げてね、ちょっとね、やっていきたいなぁなんて思っております。はい。それではですね、今日の方はこれで終わりになります。そしたら、ちょっとね、1月、2月が太陽あんま出なくて、3ゲージぐらいはできたいんですけども、できたら明日もね、ちょっと視力回復スペシャルね、行きたいと思います。はい。ありがとうございます。じゃあまた2月ね、9日皆さんちょっとズーム楽しみましょう。はい、吉村さんありがとうございました。それでは失礼いたします。